はい、皆さんこんにちは、デフです。今回は放置少女副賞早見表を更新しました。4月号ということで、早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあいつもとはね違う曜日に上がってしまいましたが、本当はね昨日やりたかったんですよね。まあただ、まあ、僕がね、収録の時間もぐっすり寝てて、起きたらもう仕事行かなくちゃいけなくて、ちょっとでき収録ができなかったので、ちょっと1日ずれて、本日になりますということで、早速ですね、先月版から今月版に、かけて、ですね、実装された副賞をチェックしておきましょう。まずアバター MR ですね。アバター MR は前回超高名までかな、超高名までが MR アバとして存在していた副賞となります。でこの1ヶ月間でリカですね、風魔小太郎ですね、あとはグキ、この3人が MR 化しましたよということになります。まあ、リカに関してはね、先月号ではUR 戦はもう実装されていましたが、MR にはまだなってなかったので、まあ、今回初めてのリカは MR になります。そして MR ですね、純粋な MR に関しては、前回、大谷氏までが存在していましたと。ということで、今回は、コーシュハンとトリスタンですね、この2人がこの1ヶ月間で実装されております。で一応 UR 戦アバターも見ておくと、前回が各市までですかね、実装されていたので、今回は大天下が実装されています、この1ヶ月間で。で、UR 戦は理科で止まっていると思うので、特に実装はなしですね。はい、ということで、まあ、この何人かを含めて、改めて、早見表作っていきたいと思います。ということで、まずは、こちらから、殿堂入りから見ていきましょう。まあ、今月は特に変わらなかったかなといった印象になります。まあ、特にこの殿堂入り級の、副賞は実装されなかったかなと。まあ、一番の注目は高周波だったんじゃないかなと皆様は思っていたんではないかなと思うんですが、まあ、高周波がね、またちょっとベクトルの違った、強さというか、まあ、使いやすさっていうところで、まあ、今回はここには入ってきませんでしたよということで、まあ先月と変わりませんが順番に見ていきましょう。まずは殿堂入りとは何ぞやということで、まあ各コンテンツですよね、戦場戦役だったりボスだったり、左に書いてありますが、まあ対人コンテンツだったりで、まあ非常に優秀な副賞ですね。もういると超便利っていう副賞になります。で戦場戦役に関しては、まあ、上杉、劉備、小吉備、まあ、この辺は鉄板ですよね。で、大鬼神、かぐや姫、源広政、趙雲ですね。まあ、この辺は195ステージ目指す人用かなってはなってきますけど、まあ、この7人はかなり優秀ではないかなと思います。で、そして、ボスですね。上杉、劉備、小吉備、まあ、この辺変わらず。あと、趙光明ですね。まあ、バフ役、または、まあ、相手の攻撃から守る役、みたいなところかな。で、当該ですね。まあ、長反射みたいなところありますもんね。で、源義経、まあ、小グループ、カエサル。まあ、これはアタッカー枠っていうところかな。アタッカー枠でカエサルっていうところですね。で、そして、対人コンテンツ、まあ、大谷氏、アウグストゥス、まあ、この辺は甲乙つけがたいところがありますね。攻撃性能だったら大谷氏だけれども、バランスを見るとやっぱアウグストゥスみたいなところあるんで、この辺はどっちが上とかはないかなと思います。で、要戦、加納栄徳、恵比寿、ナタ、ホートですね。まあ、ホートはまあ、初心者に使いやすいかなっていったところですね。まあ、あとは、要戦とかね、加納栄徳、まあ、帽子で、非常に強いアタッカーかなといったところ。で、恵比寿とナタに関しては、まあ、やっぱり防衛がね、まあ、かなり、この二人がいることによって有利になるので、やっぱ防衛で出てこられると非常に嫌ですもんね。絶対止められるしっていうところで。まあ、ナタはね、カエサルとかいれば、まあ、ノーストップで抜いてはいけますけど、恵比寿をね、ノーストップで抜いていくっていうのはね、もう本当に戦力差がないとなかなか厳しいところではあるので、恵比寿はかなり防衛では優秀かなと思います。まあでもこの辺はね、まあ、先月から特に変わったりはしないかなといったところですね。うん、今月はちょっと比べるに値しない副賞が登場しませんでしたね。そして、こちら、殿堂入りから外れたメンツで S ランク、A ランク、B ランクという評価をつけています。ということで、まず S ランクですね。あ、もうこれも毎回言いますけれども、やっぱり、トップランカーが使いやすい、使ったら強いとかではなくて、まあ、
分、まあ皆さんですね、幅広い層に使ったら強いっていうところでランク付けしていますんで、まあ言ってみればハンニバルとかね、トップランカーさんが使えばむちゃくちゃ強いんですけど、まあ幅広い層にハンニバル使ってみてってなるとそこまで強くないと思うんですよね。っていうところでハンニバルはこの位置にいたりするんですよね。まあアザイナガマスの方が上なわけが本来はないんですが、まあ使いやすさ、幅広い層に使いやすさっていうところを考慮すると、まあアザイナガマスこの辺りになるかなといったところですね。うん、まあリコーとかね、ヨウユウキとか、まあトリスタンとか弓系はやっぱレベル差っていうところもありますし、レベルでね、まあ強さとか変わってきたり、まあ回避とか命中を扱うところなので、まあやっぱりね、レベル差補正っていうものがまあ非常に大事になってきたりするところなんで、この辺はね、まあ若干そういうちょっと癖があるのは評価が落ちていると、まあ思っていただければいいのかなと思います。で、S ランクがアザイナガマサ、リコー、ヨウユウキ、今回新しく来ましたトリスタンですね。トリスタンはこの弓の3人の中で一応一番下に、つけています。まあ、リコーはかなり優秀ですよね。ヨウユウキも優秀ですし、トリスタンがね、めまいと盲目かな。まあ、これ両方使える初めての弓だったんですけど、まあ、スキル位置がね、まあ、いかんせん範囲攻撃っていうところもあって、どうなんだろうなっていうところですよね。まあ、確かに防衛面はね、回避もそうですし、まあ、避ければ避けるほど、ダメージカット部分も上がりますし、まあ、カチカチになるのはね、トリスタンで間違いないとは思うんですけど、まあ、アタッカー部分でどうなのかなと、いったところで、まあ、一旦トリスタンはここに置かせてもらっています。そしてその後ろにハンニバルですね。まあ、これはトップランカーが使えばむちゃくちゃ強いよっていうことで、まあ、そこまで育てられるかどうかっていうところですよね。まあ、2000万だったり3000万ぐらい戦力を持っていかなきゃ、強さを発揮しないっていうところで、なかなかね、中堅層には苦しい副将にはなるのかなと思います。そして、風魔小太郎ですね。今回、MR 化になりました風魔小太郎ですね。一応、まあ、関心の上ぐらいには持ってきております。そして、関心の MR ですね。で、モガミはまあ UR 戦ですけど、まだこの位置にいますよと。まあ、この辺がね、モガミはちょっと難しいところですよね。まあ、アタッカーとしては徐々に落ちてきて、まあ、UR 戦なんでもちろん仕方ないところではあるんですけど、まあ、安倍の生命とかね、王戦とかね、やっぱ使いやすさから見れば、やっぱり武将であるモガミはまあ使いやすいっちゃ使いやすいんですけど、まあ、この辺ね、難しいところですよね。で、A ランク、安倍の生命、王戦、呂布ですね。で、攻守班をね、ここに入れました。まあ、攻撃系っていうよりかは、まあ、今のところ唯一の範囲整合解除みたいなところがありますんで、まあ、今のところ攻守班だけの、まあ、お仕事かなっていうところで、今のところ攻守班ここに置いております。まあ、これもね、攻守班みたいな副将が増えてくると、ちょっと攻守班の評価ももっと落ちてくるかなと思いますが、今のところ攻守班しかできない仕事というところで評価しております。そして、本田忠和、ヒミコ、レイムだったかな。大凶小凶ですね。まあ、この辺もなかなか難しいところですよね。大凶小凶とかレイムとかも、あやめか。あやめとか大凶小凶とかも、結局は、やっぱトップランカーさんが使ってるイメージなんですよね。まあ、なので、強い人が使うと強いけれども、みたいなところになっちゃってきているのかな。まあ、そもそも、中堅層の方々は、やっぱりそこまで、育成リソースをね、避けないっていうところもありますんで、まあ、やっぱりそうなるとアタッカーにね、注目がいくのかなと思いますね。で、テーフ、ネロ、ダッキ、チョウホウ。で、グキ、今回グキアバターここに持ってきました。まあ、やっぱり防御面はね、ちょっと氷極か。氷極に頼らざるを得ないところありますけど、スキル位置に関しては、強いと思いますんで、まあ、ちょっとここに一旦置かせていただきますといった感じかな。まあ、今回、今月かな、まあ、初めて来た副将に関しては一応暫定評価というところで、また来月でしっかりした評価を下したいかなと思います。そして、上泉信綱。で、毛利、真田幸村ですね。本日というか、本日か、まあ、再販やってまいりましたよということで、真田幸村がもう本当に、崖っぷちっていうところですね。もう真田幸村が崖っぷちって、本当にインフレしたなと思います。もう最初の頃はね、S ランクにいましたからね、なんなら、殿堂入りにも一瞬いたんじゃないかなっていうぐらい、強かったんですけど、やっぱり MR が出てきて、インフレに飲まれて、もう B ランクの一番ケツまで、来てしまいましたね。まあこれも、真田幸村もやっぱり MR になれば、もうちょっと上がってくるかなとは思いますね。はい、ということで、一応この目
メンツで S、A、B ランクですね。まあ、基本的にはやっぱりどの層が使ってもある程度強いっていうのがまあ評価が高いかなと、僕の中ではそういう評価にしています。はい、ということで、そして最後ですね、まあ、これに関してはだいぶ前にコメントをいただいてて、まあ、これはそのコメントを元に作らせていただいたんですけど、まあ、SSR のね、SSR 版で早見表を作ってほしいというコメントが、まあ、あったんで、まあ、その時からずっと載せるようにはしているんですけど、まあ、SSR でね強さを競っても、まあ、UR とかね、まあ、結局は MR にならないとその強さもねいろいろ変わってしまったり、しますんで意味がないかなと 思ったんで、取得優先度の早見表に僕は勝手に変えてしまいました。で、まあ、SSR なんでね、まあ、基本的には扇狙いっていうところが多いとは思うんですけど、雨金とかね細分岐に関しては、まあ、初心者さんだったら SSR でも十分使えますしというところで、雨金と細分岐は S 評価にしています。で、紹介と義援は命中奥義に絡んでいるので、まあ、ここは最優先で取っておきたいなっていうところですね。で、徐行、順育、利点、周遊かな、まあ、この辺もいい奥義に絡んでいたりしますので A 評価。そして長行、学信、長領、序章ですね。まあ、この辺も簡単に開く奥義だったり、まあ、効果は薄いですけど、絡んでたりするんで、長領とか学信はね、SSR でいい奥義に絡んでいたりしますし、まあ、この辺も B 評価というところで、なるべく早く取った方がいいよっていう副賞ですね。はい、ということで、今回はですね、まあ、特に殿堂入りに加わってくるような副賞は実装されなかったかなといったところですね。まあ、一番注目高かったのは、高周波だったかなと思いますが、やっぱりちょっと違ったベクトルで、来ましたんで、まあ、大谷氏がね、アタッカーできてたんで、まあ、僕は高周波絶対アタッカーでは来ないなって踏んで、大谷氏に全突破したので、まあ、予想通りっちゃ予想通りでしたけど、やっぱり大谷氏スルーして、高周波待った人はちょっとかわいそうだったかなと、いうところですね。そして、こちらですね、今月入ったのはトリスタンと、まあ、風魔小太郎が MR アバ昇格したって形かな。あと高周波と、グキも MR アバになりましたよっていった形ですね。まあ、このあたりが顔出したかなと、まあ、この辺は暫定ということで、また来月ね、ガクッと下がってたり、すごい上に上がってたりするかもしれません。まあ、この辺はね、皆様のコメントを元に上げたり下げたり、していますんで、コメントいただけると嬉しいですね。そして、まあ、これはまあ、もう特に変わらないかなというところになります。SSR の取得優先早見表、まあ、初心者さん用かなというところです。はい、ということで、今回は、こんな感じで早見表を作らせていただきました。チャンネルの登録、Twitter のフォローなど、ぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。オッツデフ。